はい。皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。はい。4時間足ボニンジャーバンド、一目金、公表ゲラクトレンド進行中、ストキャスティックス、買いシグナルが点灯ということで、はい。4時間足ベース、上値の重い展開と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい。4時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い点線21本移動平均線下落しております。ローソク足者と言いますとサポートラインとしてワークしておりますプラマイナスシグマライン下抜けトライ中ということで4時間足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中です。はい。4時間足ストキャスティックスは買いシグナルが点灯しております。はい。こちら4時間足一目均衡表です。形状から言いますと下落トレンドの形状ということです。はい。それでは本日ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。 はい、サポートラインは89円ちょうどレベル89円ちょうどレベルと考えております続きましてレジスタンスラインです、はい、レジスタンスラインは90円の5丸レベル90円の5丸レベルと考えております、はい、本日ニューヨーク市場の予想レンジ89円ちょうどレベルから90円の5丸レベル89円ちょうどレベルから90円の5丸レベルということですポイントアメリカイベント大荒れ 警戒ということで。はい、本日ニューヨーク時間なんですけれども、今週のメインイベント、2月のアメリカの雇用統計発表ということではい、こちらですね。まあ、あのドルだけではなく、おそらくアメリカの雇用統計の結果を受けまして、アメリカの長期金利も反応すると思い,思います。長期金利が反応するということは、やっぱやはり株式市場もまあ,あの反応するということで、ハイベタ通貨のオーストラリアドルも。 大荒れになる可能性が十分考えられるということです。お取引をされる際には十分ご注意ください。はい、そういうことでチャート形状的に言いますと、4時間足ボリンジャーバンド、一問金公表、下ラクトレンド進行中、ストキャスティックス、 買いシグナルが点灯ということでオーストラリアドル円本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には上値の重い展開と考えておりますオーストラリアドル円本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には上値の重い展開が考えられるということですはい本日のアメリカのイベント2月の雇用統計大荒れの可能性がありますお取引をされる際には十分ご注意くださいということです はい、右の話題のチームハローンズ視聴者キャンペーンのご紹介ということで、YouTube 概要欄から講座解説をすると、通常の講座解説特典2000円と、新規取引 1, 回1万通貨1 6と以上でチームハローンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。